どうしたんだその角。うちはもうすぐ牛になるっちゃ。アホか、ドラキュラじゃあるまいし。だってこの角いろいろと調べてみたけど、牛に噛まれた宇宙人の臨床例なんか一つもないし、だんだん手や足や顔も少しずつ牛になってくんだっちゃ。それで一人でこっそり牛になってどうするつもりだったんだよ。捕まったりしたらすき焼きの具になってしまうんだぞ。ダーリン、ステーキにされるかもしれないし、牛丼になるかもしれないし、肉じゃがだって牛肉の方がうまいんだぞ。ラブどこにも行くな。俺が買ってやるから。終わった。よしよし、餌も毎日やるぞ。散歩もしような。好きなもん何でも買ってやるぞ。